儲け話って後から気づくパターンあるじゃないですか、はい、あほとんどがそうなんです誘惑だったんだあれ でも、はい、最初は普通にあし信じ てこっちのためっていうか聞いてしまう人の特徴ってあるんですかありますありますそれはまず世の中のことを知らないってことですああの疑うことを知らない、はい、信じるっていうことから入るそうじゃなくて疑うっていうことから入って信じていくっていう方向にしないとなるほど入り口が違うんです、ね、そうです逆転のいきなり信じちゃうとダメですこれは吉村先生、はい、質問いいですか、はい、どうぞ吉村先生は信じる疑うどっちの扉から入ったんですかあの信じるです神の言葉みたいになっちゃってもう疑いから信じるになっていくのが理想的な、はい、理想的なことです難しいですよね疑いから入るのは近い人ほど疑った方がいいかもしれないですうわうわはい